この辺に船の跡がありそうじゃな。こっち続いとるな。あ、なんか人がおるっぽい。あ、家の中じゃないんか。おお、ちょっと待って。憎い化け物め。強いぞこいつ。おお。ヤルマールの部下だ。逃げようとしたが失血死したか。他の仲間はどうなった。あ、これが船か。他の仲間はどうなった。戦いの痕跡だ。巨人の足跡じゃな。巨人に追いかけられたか。ほう。他に調べるもんないよな。あ、矢があるな。調べられん。なんだ、島に詳しいのか。来たのはハードスケディング。お前たちは安全な場所まで。もちろんさ。アードスケリ、まあ奴らは否定。あとフェローの、だがマッドマン、彼らこそ最、その通り。先を急ごう。矢を調べたいんだけどな。フォーランが邪魔ないよな。調べられんじゃん。洞窟の方へ逃げたな。お、更新。洞窟の方へ続いとんか。お、爪痕。別の道を探そう。巨人はこっから行ったんか。巨人は中に入ろうとした、だが諦めたらしい。ってことは中に生きた人間おるんか。巨人は中に入ろうとした、だが諦めたらしい。巨人は中に入ろうとした、また後が、だが諦めたらしい。大丈夫か、生きとるかこいつは。うん、飛び降りるのに深さは十分だ。え、行っちゃって大丈夫。ほら。おお、こんな初めて。さあ来いや、セレン。やばいやばいやばい。ここでは分が悪い。エリニア、セイレンじゃねえんか。
なんかそこになんかあるな。あ、死体か。あれ、ここはクエストとは関係ないのかな。あっこに足跡が続いてるっぽい。あ、死んどるな。鮮やかだ。頭部は宙を舞ったことだろう。最後まで奮闘したか。トルスで知り合い。最後まで奮闘したか。トルスで残念じゃな。こっから外に出るんじゃな、多分トルステンの死体の場所から。よいしょ。何これ、血の跡か。あ、もう一体死体が。二人がかりで叩き切ったようだ。生き残りがいたとしてもそう多くはないだろう。ヤルマールはここで仲間を失ったようだ。アービット・アン・トルダーロク、どうしてついてきたんだ。この死体の名前か。なかなか面白いダンジョンじゃな、ここは。ん？これ調べられるの？ここにも血の跡。やばいね、毒だな、これ。ちょっと角笛使ってみようか。全然効いてねえな。ダメだ。よし、片付いたか。おお、危ねえ、落ちるとこだった。あれ、なんもないな、こっち側には。トンネルが崩れている、トンネルが崩れている。なんで2回言ったんだ。ここ行けばいいやら。あ、血の跡こっち続いとるな。で、はしごか。あー、これは怪物の死体か。まだ生存者おるんかな。何本も浴びせたようだ。
まだいるな。お、ね、初めての敵。何あれ。危ない。あ、そうか、爆発するタイプのやつか。こっちはアイテムがあるだけ。フォーランタフじゃな、全然ダメージ食らってないじゃん。おら、かっこいいや。お、クエスト更新。どこよここは。ほう、だいぶ遠くまで来たな。あ、建物の中に、あー死んでるか。いや違うわこれ、巨人がやったんか。なんて数の死人だ。だがヤルマールが見当たらない。ん？敵か？鍵がかかってる。あんなんすぐ壊しそうだけどな。ん？こっちか。危ない、ちょっと待って、フォーランが危ない。なんで抜刀してねえんだ。おいバカ、近づくな。よいしょ、ヤルマールを見つける。これ食料庫を拝見させてもらうとしよう。お、このロッドフィンドの血はちょうど錬金術で足りんかったやつじゃん。おお、いいね。他にも作れる。おお、いいね。ちょっと待ってです。フィルターかけとこう。こんなとこか。おお、首吊りと。いいオイル手に入ったな。違う、獣じゃない。あれ、あ、そうか、新しく作ったけど上にあるんか。獣じゃなくて、お、これこれで。
調べるような場所あるか。巨人じゃなくてあのロッドフィンドがこれをやったって感じだな。新しいクエストが始まった。ここが伝説の鉄工所か。道具を探さないと。なんか違うクエスト始まっちゃったね。これか。家事用の道具、装飾が施されている。ヨアンナが言ってたやつだな。クエスト更新された。足跡がこっちについとるな。ヤルマール生きてるか。縦に分かれてる。これは巨人の足跡っぽいな。ってことはこっちかな。ヤルマール、どこだ。なかなかたどり着かんな。お、でも水辺に来たからそろそろじゃないかな。え、うわ、巨人の足跡だよあれ。ちょっとそろそろアイテムがいっぱいになりそうなんだけど、大丈夫かな。この上か。おおおお、あ、いた。生きてる人間がいた。やるまる生きとったんか。どこだ。どこにおるんだセイレン。あ、やべ、ちょっとバグったっぽいな。バグって家の中に入っちゃったって感じ。っぽいな。どうしようもねえな。ちょっとやり直すか。ヤルマル生きてたか。フォーラン、死んだと思っていた。どこにいたんだ。セリスがスピカローグに行ってしまった。一人で。なんだって。だがお前は待てなかった。いや、出し抜きたかったんだ。巨人を横取りされるのが怖くてな。セリスが王位継承を主張したのか。
そしてお前は彼女についていきたかったと？せめて選びたかったさ。待て、感謝しなければな、リビアのケラルト。助けてもらったことは決して忘れない。俺を知ってるのか？吟遊詩人がお前の物語を歌っているよく覚えてるよ。ウィッチャーでなくても英雄にはなる。じゃあ、あの有名な歌に出てくるのはお前なのか？そんな昔からこいつがおるん？他の仲間、精霊の大軍と戦いながらここまで3人になってしまった。レイフが精霊に。もう死んでいる。何？気を失ってるだけさ。少し出血したんだ。死んでいる、間違いない。じゃあ2人だけか、生き残ったのは。巨人の心臓に剣を突き立てると誓ったのに、先祖の目に誓ったんだ。こいつは王にはふさわしくないな。人が死にすぎとる。一緒に来るか？当然だ。ゲラルトも来い。命令すんだ。まあひとまずこれでミッションは終わりって感じかな。終わりじゃねえわ。骸骨からは全て奪われてるな。隣に何かある。新しいクエストが始まったよ。ちょっと待って、ビビった。わっ、敵が出てきたよ。最後の後悔だったのに。まあ、あとは巨人を倒すだけやな。